はい。ということで、今週の一冊です。はい。今週の一冊は、ちょっと硬い話が続いたので、楽しい話。はい。これはですね、僕の好きな映画評論家、はい、春日大地さんの、はい、仁義なき日本沈没。楽しい話ですか、それ。今、日本沈没が流行ってるじゃない。そうか、そうか。これは昔の日本沈没なんだよね。要するに戦後の、今ほら、映画界って、東宝の一人勝ちでしょ、うん、松竹も東映も、いまいちパッとしない、角川もたまに作るぐらい。うん、でもその中で、結構昔は東映も頑張っていて、うん、で、東宝と東映が戦後、どうやって映画を作り、生き残ってきたかっていうのを書いてるんだよね。面白いよ。うん。うん、だから日本沈没の話も当然あるし、はい、うん。でも考えたら、すごいね。東宝ってずーっとゴジラだの日本沈没だのさ、対策でみんながわかるもの、はいはい、ポップなものを作り続け、うん、東映はヤクザ路線がバカ当たりしたおかげで、あまりにも尖って行き過ぎてしまったっていう。そのイメージありますね、ね全然聞かないもん、聞かないし怒られても、もう聞かないよな、あんまりその東映が。東映いや、今もちゃんと作ってるよ。あるけど、でもね、そうそうな、なんだろう。そうなのよ。だからね、そういう、例えば、一つの企業が生き残っていく、そのあり方みたいなのもわかるので、なかなか面白いと思います。春日さんの本ね、どれも本当に面白いんだよね。へぇ、そうなんだ。うん。いいです。仁義なき日本沈没。うん。いや、でもすごいよな。シーンの侍、ゴジラ、宮本武蔵、あ日本沈没。これ全部東宝だからね。普段見てる放送するとね、なんかあんまどこがとか正直普通には考えないけど。うん。でも、そのカラーがやっぱある、ね。うん、あるある。あるし、あ、東宝だからっていうのもない？あ、この企画東宝だよなとかさ、家族もの作ってると、あ、松竹だなって思うじゃん。ね、あ家族もの松竹ってのは分かるな。確かに。確かに。言われればそうだな。なるほどな。まあ、うん、でもそれぞれなんかブランディングじゃないですけど、生きる道が違うんですね。なんか違うし、それはなんか僕たちの人生にも本当役に立つよね。うん、なんかあるじゃん、やっぱり。自分の立ち位置をどこに置くか。うん、まあ僕たちヤクザ路線で行くことはないんだけど。オラオラ路線ないですね。そう、仁義なき戦いはいけないんだけど。はい。はい。ということで、はい、おすすめです。はい、仁義なき日本沈没でした。ぜひ。それではまた来週。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。